聖女様自らお出ました光栄の至りだ。全力でお相手せねば。いえ、聖女の狙いは俺たちモグラではないようでして。素通りできるなんて思うなよ。なんだあの二人組は。お粗末なもんだな。念のため自動迎撃や自動反撃などの機能は切ってあるし。アク、下がっていろ。え？ここはあえて食らっているか。レベル30未満か。未熟だな。インフィニティゲーム内では上限であるレベル30のプレイヤーのみが区内にダメージを与えられることになってたが。こそこそ逃げ隠れしないで出てきたらどうだ。なかなかやるな。俺はモグラの棟梁オウンゴールだ。お前は王様。逃げましょう。魔王様だと。お前がか。魔王様ごっこならあの世でやりな。やっぱり魔法使いだったのか。魔法が何ですって。なんだ魔王討伐に来たら薄汚い山賊までいるなんてね。つい筋書きが狂った。てめえら引き上がるぞ。バッカじゃないの。私から逃げられるわけないじゃない。金色に裂かれよ、ゴールドスラッシュ。アサルトバリアが発動してない。この子供がカンスト。正直そこまでの風格は肝心な。ちょっとあんた今なんて言ったのよ。さてな、それよりいきなり攻撃してきたことへの弁明を聞こう。聖女が悪しき存在を撃つなんて当たり前の話じゃない。なるほど、遺言として覚えておく。私が誰だか分かっていないようね。私は三聖女の一人、金色のルナエレガントよ。問答無用で魔法をぶっ放すガキがエレガントだ。名前負けもいいところではないか。あんたたち、この間抜け男を捕らえなさい。残念、どうやら君たちは私の前に立つ資格がないようだ。何なのよこいつ。ちょっとあんた何してんのよ。私は襲ってくる者には女でも容赦はしない。待って、やだやだ、何する気よ。これは右手の分、これは左手の分、最初に戻って右手の分、そしてこれはちょっと楽しくなってきた分。いい汗をかいたな。大丈夫なんでしょうか、聖女様のお尻は。元から割れてるんだ、大丈夫だろう。そういう問題じゃ。さて、金も入ったことだし、今日はどこかの町に泊まるか。殺してやる、あの男を見せなさいよ。このバカ魚車、もっとゆっくり進めなさいよ。お尻に響くでしょ。